はい、こんにちは、メゲ君です。今回は12,900ケースの外れ石をどこまで OC できるか試していきたいと思います。実は私、12,900 ケース2個買ったんですよ。でも2個とも SP 値が88しかないんですね。外れです、これ。SP 値って何なのかっていうと、ASUS のマザーにしかないのかな。BIOS の画面で右の方に SP って書いてあるやつがあって、そこの数字が12,900ケースだと100以上あるとどうも当たりみたいなんですよね。で、私のはたったの88しかないんです。ねえ、本当に ASUS さんじゃなかったらこれ数値化されないんで、こんなショック受けることなかったのかななんて思っちゃいますけど、いや、本当ショックで、これ最初の1個目が買う気なかったですよね。ちょっと経ってから、多分ロットが変わってから買ったんですよね。そしたら88なんですよ。これですね。その横の191っていうのは、クーラーの性能を評価するみたいで、これは多分191だと結構高い方になると思うんですけど、いかんせん CPU が外れで電圧耐性が悪いと。で、これを、まあ、通常の、メーカー交渉値の 5.3 で回す分には、オールコア 5.3 で回す分には全然これも普通に回るんですよ。でましてや、空割りしてあるんで、まあまあ冷えてるのかなと思うんですけど、まあターボブーストで 5.5 なんですけど、せっかくこう KS なんてつく CPU 買ったんだから、オールコアで 5.4 とか 5.5 とか動かないのかなと思ってやってみます。で、これ P コアは97、E コアが72しかないですね。これがどうも足引っ張ってるみたいで、E コアをあんまりクロックアップするとダメなのかなって思って、今これ 5.4 で設定して回してます。空割りしてるんですけど、電圧入れないと回んないんで、で、電圧入れると97度ぐらいになっちゃうんで、ただ一応ギリギリ 5.4 オールコアで動いてるんで、サーマルスロットにはなってないのかなっていう感じです。ただ、常時使いはちょっと厳しいのかなと。まあ、シネベンチみたいにオールコア 100% で回すようなゲームないんで、まあ、これでまあ、ゲームやっても大丈夫だとは思うんですけど、で、スコアが3万届かないですね。これ、前にやった時は3万ちょっと超えた設定もあったんですけど、それって 5.4 じゃなくて 5.3 で設定したんですよね。なんかね、5.4 で動かしてもあんまり意味ないのかな。で、これ、ファイナルファンタジーのベンチですね。これも、ゲームの方が軽いんで、ゲームだったら 5.5 でも通るんですけど、まあ、5.4 でやってみます。温度は、でもシネベンチと比べると、まあ実用的な温度ですかね。40-50度台を行ったり来たりっていう感じで、グラボも同じぐらいですね。40-50度台。マザーボードは31度。水が27度だから、室温が多分この時点で25、6度ぐらいなんで、まあほぼ室温通りに水は冷えてるんで、まあ十分冷やせてるのかなと。FPS はまあ見ての通りですね。はい、終了です。33,476。普通にやるのにプラス1000ぐらいですかね。私のやつこれ余計なソフトがいっぱい動いてるんで、マックススコアは出ないんですよね。SIM関係のものが全部突き刺さって、なんかバックグラウンドでみんな動いてるんで。はい。じゃあこっちは今度重めな方のファイナルファンタジーの方ですね。これも温度的には同じぐらいですね。60度までは両方ともいかない。まあたまに CPU は60度台いきますけど、ほぼほぼ、パッケージで60度、50度後半から60度ぐらい。GPU で55度から57度、8度ぐらいですかね。まあ、こんなもんなんですかね。
まあ、こういうゲーム全然やらないんで、正直これで FPS 出たからってどうなのかっていう感じですけどね。まあ、スコアもこれも 19,348、まあ、普段の私の機械から考えるとプラス1000ぐらいですかね。まあ、だからどうしたっていう感じですかね。まあ、ただ、12900KS 買うっていうことは、オーバークロックを楽しまないと損なんで、本当はもっと楽しみたいんですけど、なんせね、外れですよね、これね。電圧特性が悪いですね。高いクロックで回すには、より電圧入れないと回らないんで、そうすると温度が厳しくって、さすがにね、普段使いのゲーム機にチラーを入れるっていうのはちょっとナンセンスなんで、ただ、最近あの、ラジエーターをエアコンの風がダイレクトに当たる位置に持ってったら、これ結構冷えるんですよね。夏場でもほぼ室温通りの水温になるんで、これは正解だったかなと。正直最初は水路がとてつもなく長くなるんで、あの流速は落ちるし、なんか温度変化もあんまりないのかなって、むしろ高くなったりしないかなと思ったんですけど、まあバイオス上のポイントで190ポイントを超えてくるぐらいなんで、まあ、十分冷えてるのかなと。前は180ぐらいだったかな。簡易水冷でやってる時は160とか70ぐらいしかなかったんで、190超えてくるのはまあまあいい方なのかなと勝手に思ってます。で、いつの間にかに、アセットコルサコンペツィオーネですね。これはあのリプレイですね。前回あの低電圧化した状態でどのぐらい FPS 出るかっていうので比べた時の動画を、ちょっと時間なかったんでプレイはできなかったのでリプレイだけやってみました。で、前回のと比べてみるとどうだったかっていうと、前回いくつでしたっけね。ちょっともう一回見直さないと。リプレイ中は、スタート時がだいたい FPS71、レース中で72ぐらいだったって言ってるんで、10ぐらい上がってますかね。80ぐらい出てるんで。ただ、CPU が、今これパッケージで50度から56度ぐらいまで行ったり来たりしてて、低電圧化してるときは38度。GPU で64度。あれ ?GPU は冷えてますね。まあ、そっか。これ撮ってる日が台風の日なんですよね。なんで、室温がものすごい低くなってます。あの、涼しかったんで、エアコンそんなに効かさなくても結構冷えるんで、まあ、冬場の設定だな、これはっていう感じですね。なんで前回は低電圧化してさらにエアコンマックスでやってるんで CPU が果てしなく冷えてますけど、逆に GPU は暑かった、外気温が暑いんでそんなに冷えなかったのかな。むしろ今回の方が5度ぐらい冷えてる感じになってます。ただ CPU はオーバークロックしてるんで38度台が今58度、20度ぐらい上がってるんで、まあ、FPS をおおよそ10上がってるかな。10上げるのに、何度上がってるんですかこれ。20度ぐらい上がっちゃってますね、温度ね。ちょっと夏場は難しいかなっていう感じです。正直70も80も FPS、ここら辺の10は私には違いがわかりません。今回尺がないんで全部一周だけです。もう次行きますね。次はアイレーシングですね。はい。アイレーシングのこのリプレイの上下って切れないんですかね。やり方がわかんないんで、絶対このリプレイの時って上下に線が入るんですよね。はい。アイレーシングは、前回は、100超えてないですね。リプレイで、スタート時79、レース中72って出てるんで、これまだスタート前ですけど、結構出てますね。90後半ぐらい。たまに100いくぐらいですかね。
アイレーシングって元が軽いゲームなんで、パワーを上げると FPS って上がりやすいんですかね。なかなか3桁出るような、この仕様だと3桁出るような FPS を出すゲームないんで、あ、100超えますね。110、111。もうすごいすごい。これだとなんかオーバークロックしてよかったなって嬉しく思いますね。まあでも温度はっていうと CPU のパッケージ温度がまあ50度台。あんまりアセットコンサコンペチオンに比べるとあんまり温度上がってないですね。前回の停電扱い時は45度ぐらいだったんで、5度ぐらいですかね、違いはね。5度違くて FPS が20、30ぐらい違ったりするんで、これはありかもしれないですね。CPU も、まあ、さっきも言いましたけど、この台風の日の方が涼しいんで、60度いかないぐらいですね。前回の灼熱地獄の時にやった時は、停電扱いしてても62。まあ、GPU は停電扱いしてないんで、ぶっちゃけここが気温の差かなと3度。まあ、春先の温度と真夏の温度の差は3度ぐらいって感じですかね。まあ、これから 13900K なんて出ますけど、あれが発売されるの10月ぐらいですよね。組んで設定してよし遊ぶぞって言うとだんだん寒くなってくるんで、結構性能を使いき、しばらくは使い切れそうですね。で、オーバークロックして飽きた頃にまた暖かくなってきて、ケースとか出ますかね。停電扱いして楽しむっていうのが、まあいいのかなと。まあ、今回は、13900K は Z690 のマザーボードも使えそうなんで、このクソ高いグラシアルでしたっけ？まだ使えるんだよ。よかったなって。たった数ヶ月でお払い箱だったらどうしようかと思いましたよ。私で失敗して2台買ってますからね。40万、50万ぐらいかかってますから、2月ぐらいに組んだんで、まだ半年じゃ召喚しないですよね、これね。よかった、使えて。Z790 と690って何が違うんですかね。あんまり詳しくないんで、作ることはできるんですけど、性能に関しては詳しくないんで、誰かわかる方いたら教えてください。でもあんまり教えてもらうと買っちゃうから、買わない方がいいのか、聞かない方がいいのかな。790でも本格水冷バージョンって出るんですかね。今出てるASUSさんのホームページのやつ見ると、普通のやつしか出てないから、しばらくはお預けなんですかね。でも次の、13900K の次の世代は、マザーがソケット変わるんで使えないって言ってるんで、どの道そこまでの命ですよね。いや、短いなぁ、使用期間が。まあ、引退した後はね、2号機、3号機で生き残ってますんで。はい。はい。今度は、オートモビルスタですね。これがスタート時は、あ、これも100超えてますね。オートモビルスタ結構外周が綺麗なんで、車内はね、正直ちょっとチープなんですけど、サーキットコースとか風景は結構綺麗ですよね。で、前回のリプレイ時が、これはプレイ時は98だったんですけど、リプレイ時は61しか出てなかったんで、大幅に上がってますね、これね。40ぐらい上がってる。ただ、前回は車内のリプレイじゃなかったんですよね。社外のリプレイだったんで、そこら辺でもちょっと FPS の出方変わりますかね。描画するものが、量が変わってきますから。まあ、ただ、オーバークロックして上がるのは上がりますね。全部ね。それが、しょぼいかしょぼくないかっていう感じですね。まあ、発熱はパッケージで63度。これだと多分定格の空割りしてない 12900K のゲームプレイ時、夏場のゲームプレイ時と同じぐらいですかね。これは停電扱いの状態の時は CPU 45度、GPU 63度だったんで、15度、20度ぐらい上がってますね。まあ、その分 FPS が20上がるっていう感じですかね。GPU に関しては62度。
前回が63度だったんで、この辺はまあ気温による変化があんまりないかなと。ちょっとずつなんか詰まってきてますね。まあ一本撮りなんで、ここまででもう2時間ぐらい経過してるんで、正直だんだん冷却性能悪くなってくるはずですよね。2時間フルロード、グラフィックボードはフルロードしっぱなしなんで、まあよく62度で収まってるなと思います。で、これグラフィックも 13,900K も楽しみなんですけど、4090がすごく楽しみですね。4090でこの辺のゲームやったらみんな 120Hz ぐらいいかないかななんてちょっと期待してるんですけど、まあ電力の方は私はもう結局通電源にしちゃったんで、 GPU は GPU、CPU は CPU で電源取ってるんで、もう正直どんと濃いですね。もう何百ワットだっていけますよって感じですけど、本当に600ワットとかいくんですかね。まあこれ今でさえ450ぐらい、もろもろ全部込みだと2号機電圧は600ワットぐらいいってますからね。1号機の CPU がオーバークロックすると380ワットぐらいいきますからね。1個の電源でやったら1000ワットぐらいいっちゃうんじゃないですかね。怖い怖い。もうめちゃくちゃ熱くなりますよね。だから私電源も水回して水冷化してるんで、そこまで発熱しないかなっていう感じですね。本当メーカーで水冷になってる電源が欲しかったんですけど、あんまり売れないんですかね。廃盤になっちゃって、もう買えないみたいで仕方ないんで、オリジナルで、オリジナルってほどじゃないですけどね、水枕を一番熱くなるところにサーマルパッドでベシッと貼り付けて水回してます。まあ、それだけでも結構変わるんですよね。まあ、地道な積み重ねですね。その分水路がめちゃくちゃ長くなってるんで、 CPU と GPU2 系統で3リッター以上、4リッターぐらい入りますかね、水ね。だから CPU 交換とかメンテナンスの時の水を抜く量も1リッター半ぐらいは抜きますし、大変ですよね。これ水もね、サーマルテイクの透明のやつ使ってるんですけど、1本3000だか4000しますからね。どんだけかかるんだよっていう感じですね。はい。まだオートモビリスタ、あ、違います。今度 R ファクター2になりましたね。いつの間にかにね。R ファクター2は、前回は、リクレージは、スタート時が79、レース時が59。あ、逆ですね。で、CPU の温度がだいたい43から40。CPU が63度でしたってことなんで、CPU が60度とかいっちゃったりとかしますね。GPU に関してはこれも62度なんでほとんど変わんないですね。まあ、オーバークロックしたのは CPU だけなんで、GPU は温度変化なしってやつですね。FPS が50から60度、60中盤ぐらいで推移してますかね。これもリプレイの時の方が画像が良くなるんで、レース中より若干低くなりますけど、前回が39とかしか出てなかったんで、今回は68とか66ぐらい出てますからね。十分オーバークロックで速くなったのかな、と思います。まあ、ただ前回のでも十分ゲームできましたけどね。やっぱり連続使用で結構時間使ってるんで、水温も33度になってきましたね。だんだん上がってきた。はい、じゃあゴールですかね。以上、外れ石のオーバークロックでした。まあ、なんとか 5.4 では回りますけど、熱がやばいですね。これでゲームするのはちょっとどうかなって思います。まあ、13,900 買うときは当たり石が欲しいですね。やっぱ初期ロットの方が当たり石出やすいんですかね。次は発売日にきちんと逃さないように買いたいと思います。じゃあねー。